邪魔しまーす。ああ、お寝坊さん発見。約束の時間なのになかなか訓練場に来ないなって思ってたら、もうまだ部屋で寝てたんだね。廊下でルームメイトの子とすれ違ったよ。部屋を出る前に何度かあなたに声をかけてくれたみたいなんだけど、はあ、本当にぐっすり気持ちよさそう。この寝顔を見ちゃうともう少し寝かせてあげたくなるな。でもこの間一つ柳隊の朝練に参加してみたいって言ってくれてたし、おはよう。もうすぐ朝練の時間だよ。起きて。起きないな。ちょっと声が遠かったかな。おはよう。もう朝だよ。起きて起きて。よーし、こうなったらおはよー、起きて。まだダメ。おはよう。起きる時間だよ。起きてくれないと、いたずらしちゃうよ。あと一押しかな。ねえ、起きて起きて。お姉様をお待たせすることになったら大変だよ。腹筋と背筋のセットを増やされちゃうかも。それからランニング10周とか、ジャムの素振り100回とか、とにかく起きて。さすがに今ので起きない？どうかな。今のでも起きないなんて。起きたかな。よかった。あれ、なんだ、寝返りを打っただけか。すごい、ここまでしても起きないなんて。もしかしてこれが彼女のレアスキルなのかな。なんて、そんなわけない。あなたの寝顔を見てたら、なんだか私まで眠くなってきちゃった。ダメだよ。ここで寝ちゃったらみんなを待たせちゃう。けたのにちっとも来てくれなかったんだよ。本当に悪いと思ってる？仕方ないな、今日のところはって。もうこんな時間？大変、遅刻しちゃう。私先に行ってるね。あなたも着替え終わったら来てね。みんなと一緒に待ってるよ。あ、大事なこと言い忘れてた。おはよう。今日も一日よろしくね。朝練お疲れ様。いない。先に部屋に戻るって言ってたよね。もうどこにいるの？あや、びっくりした。床に倒れてるなんて思わなかったよ。すっかりバテちゃったかな。そんなあなたに、じゃじゃーん、お水があります。お姉様が用意してくださったの。あなたと一緒に飲みなさいって。さあ、あのゆゆ様からの差し入れ。クールダウンのストレッチをしてから一緒に飲もう。ほら、早く起き上がって。しょうがないな、今回だけだよ。私が手を引っ張るから、せーのって起き上がってね。返事は元気なんだから。準備はいい？それじゃあこっちにいてよ。もっと伸ばさないと届かないよ。はい、手を握って。じゃあ行くよ。せーの。恥ずかしいな、勢い余って滑っちゃった。でもあなたの上に倒れ込まなくてよかった。よいしょっと。今日は練習量も多かったし、しっかりストレッチしないとね。実はね、いつもはここまでメニューが多くないんだ。あなたが参加するって聞いたお姉様が張り切って準備してくださったの。一つ柳隊の練習に参加してみたいというのでしょ？だったらしっかりおもてなししないとって。でもあなたが朝練に参加してくれたおかげで、いつもとは違う間合いの詰め方も試せたし、すっごく楽しかったよ。こちらこそ。よかったらまた来てね。さてと、それじゃあまずは、ん？どうしたの？急にかしこまっちゃって。ストレッチが苦手？そういうことなら私がサポートするよ。任せて。ストレッチはね、呼吸が大事なんだって。例えば前屈なら、息を吐くタイミングに合わせて体を曲げれば自然と力が抜けてやりやすくなると思うな。あ、あとね、最初に息をしっかり吐き出して、それから深呼吸するのが肝心よって。そう、お姉様が。どうしてわかったの？はい。私、そんなにお姉様のことばっかり言ってるかな。でも、確かにそうかも。何か言った？ごちそうさま。ああ、さっきのお水のこと？はい。後でお姉様に伝えておくね。それじゃあ、まずは息を吐き出すところから。息を吐いて、完全に吐き出して。はい。今度は息を吸って。ゆっくり息を吐きながら、体を伸ばして。ふぅ。あともうちょっとで指がつま先につきそうだったよ。じゃあ、もう一回行くね。準備はいい？せーの。息を吐いて。吐いて。はい。息を吸って。息を吐きながら体を伸ばして、ふう。ああ、上手上手。一回目より空に伸びてたよ。うん。それじゃあもう一回。息を吐いて、吐き切って。息を吸って、息を吐きながら体を伸ばして、ふう。これで OK。 朝練お疲れ様でした。お待たせー。わあ、クッキーがある。勉強を終わらせてからのお楽しみだね。今回の課題、特に多かったよね。どこまで進んだ？私も有事生態論まで終わったから、あとはノインベルト戦術の守備戦術論の課題だけなんだけど。やっぱり私も同じところでつまずいちゃって、気づいたら机に向かったままうたた寝しちゃってたんだ。こんなことじゃダメだよね。一つ柳隊のリーダーとして勉強も頑張らないと。よーし、今日こそ絶対に終わらせてみせるぞ。いいよいいよ、私がそっちに行くね。よいしょ。グラフ、授業でも見たよね。これを当てはめると、あれ、違うかな。違うよね。やっぱり全然わからないよ。座学ってどうしてこんなに難しいんだろう。きっとふみちゃんならパパーっと解いちゃうんだろうな。あ、そういえば今週の週刊リリー新聞はもう読んだ？ふみちゃん渾身の特集記事が載ってるんだって。今注目のレギオンっていうタイトルでね、あのカズハさんにインタビューさせてもらったんだって。すごく喜んでたの。うん、ね、カズハさんはエレンスゲジュ学園のリリーで、そうそう、六本木にある学校。そのエレンスゲジュ学園のトップレギオン、ヘルボルの隊長なんだよ。知り合いってようか。カズハさんとは友達なんだ。お姉様や楓さんたちと一緒に海で遊んだこともあるんだよ。そうだ、ヘルボルといえばね、私と同じ山梨出身のリリーがいるんだよ。チカル様っておっしゃって、すごく優しくてお料理も上手なの。特にトロトロ卵のオムライスは絶品なんだって。美味しそうな話をしてたらお腹が鳴っちゃった。